I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the... Dama farkı yes. この卵は黄身みたいなのは鶏のお腹の中で卵になる前の黄身です。だからこういうふざがあってそれにポスポスポスついてるんですよね。まさか俺もこういう前ですよ。でこれ何だか分からないけど卵にくっついてたら肉です。で、これ冷ややこ、卵焼きね、冷ややこです。では、いただきましょうか。うどんはね、好きなんですよね。こんなんでしょ、こんなんちっちゃいのね、黄身、これがまだ殻のついてない黄身の部分です。うん、めっちゃ濃厚。
と豆腐もうまい。半熟はもっちりしてるんですよ。舌を歯で噛むと、あ、切る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 って感じなんですよね。美味しいです。味も濃く。普通の黄身より味が濃いと思いますよ。
手打ちうどんとかあんまり食べたことないんですけど、立ち食いうどんで十分に美味しいから、まあそれ満足ですね。そうそう、はジャンルで細くなると意外とったんですよ。まあ細くが多かったですね。まあやっぱ天ぷらとか七味うどんだったんですけど、まあこれは毎日するには愛してるし、言われるのに関東と関西ではうどんの雑誌の量が違うと、関東は細いけど関西は薄いという。でもまあ食べてみれば別にどっちがどうやってもないんですけど、まあ関西に住んでたら関西の薄い雑誌に慣れちゃってるから、最初はね黒い杖みたいなのをと思うんですけど、多分ね学生の頃は関東風のうどんちょっと食べてました。うまかったですね。まあ濃厚これはラッキョウです。
魂も星物だ。焼き鳥のスーパーみたいなのがありそうな、
あ、そうだ、ちょっと出版なっていうか値段も高いようなお蔵屋に行くと天かすをご自分にお持ち帰りくださいとかあるんですよね。まあ天かすは天かすで、うどんのお蔵屋のすりはうまいんですけど、関西ではたぬきそばって言うんですけど、関東ではきつねそば。何がたぬきかっていうと、天かすのしたそばがたぬきそば、天かすのっていうのはたぬきうどん。たぬきうどんに近い麺なんだろうなと思いますね。関西に来て、たぬきうどんって言うと、ね、たぬきうどんって言うと、天かすなんですよね。で、たぬきそばって頼むと、そばにおかゆさんが乗っている。逆に関西の人が関東に行くと天ぷらそば、じゃあじゃあたぬきそばって言うと、わかんないわかんない、とにかくどっちかが天かすの下のたぬきそばって言うんですよね。あれ関東はたぬきそばだけど、関西はきつねじゃないわ、そばの上におかゆさんのしたきつねそば、たぬきそば、たぬきうどん。関西でたぬきうどん、なんだろう、花の味だ。まあ一生そういう話も、まあ、なんか誰か通じたみたいな具合で聞いておいてください。最後のたまにも実際お兄ちゃんとお父さんたまにもです。いただきます。ああ、来てた。
最近何でもおいしく食べることができるので嬉しいですね。本当それではごちそうさまでした。